綺麗に庭の今日は風が強いけどね。ここね、両家山古墳群っていうから古墳がいっぱいあるんだけどね、1号墳2号墳ぐらい見れるかもしれないけどね。あるね。この辺なんかあるね。入れれんね。この道走れるんだ。第二中学校があるな。日中やったっけ、第二中やったっけ。中入られないのかな、あれ。ああ、ここから道がねえな。これどうやろう、これ。いや、なんかね、やっぱりね、マウンドがあると古墳があるんでしょうね、これ。古墳群中ぐらいからね。都市計画生産も関係ねえか。ちょっと入れんかな、あれ。入れんな。おお、ここに看板があった。緑山古墳群。これ。古墳群。これから何にも見えんね、これは。ちょっと上がってみようか、これ。神社でございます。上がったらやね、神社の脇にあるでか、見たんやけどないね。この神社何神社だろうね。書いてないで何も。あれの道もあらへんね。ちょっと左行ってみようか。何にも分からんね。これマウンドになってんだけど、古墳かどうか分からんね、これ。もう原野なんてございますからね、全くね、未開の地みたいになってるから。360度見渡してもね、それらしきものがないんやけど、まあ、ここは一応ね、高くなっとるけど、ここね。あそこは高くなってるね。ここも高くなっとるけど、ここは方法みたいになってるけど。方法みたいな感じで、20メーターの30メーターぐらいあるかな、この雰囲気的にこれね。で、横にもね、そこにもあるんだよ、そこね。分からんけど、これ。そこもなんか見た感じは、円墳かな、これ。そこそこ大きそうです、これ。これが円墳となると、どれぐらいあるやろ。直径で4、50メートルあるね、これね。一応、刈られてるということは、完了してんのかね。もうすぐ横はもう高田の市役所ですね、横がね。見えんか。見えまへんな。俺ずっと刈られとんだけどね。一個も確認できなかったよ、一個も。まあ今の2個ぐらいかな。
感じとしては分かるのは、ああここにね入り口あんねんけど、これ入られへんのか、これこっから入るとおそらくね古墳が見れるんやるので、ね、鍵がかかってますか、これ鍵かかってる、入るなってことですかね、どこの感じかね、これあの観光側かどっか行こうかね、今度時間あるときにで聞いてみようか、なんかありそうやけどね、これ冬しか入れません、これはこの状況ではね、ここも入られんな、一応管理はしてるみたいわ、草刈りしてるからね、あらこっちから出れるかなもんできないよ、出れないか、あら出れないね、あここもそうやわ、これも魔法だよ、これこれも完全に古墳のことなんだ、これこれ1個、まあイメージ的には2個やな、これ前方後円墳もあのあれやね、その方墳やね、方墳が2つ3つくらいあるか、これちょっと大きくないけど残ってますよ、これあ1個やろ、これ1個としたら2個、3個くらいあるのかね、あの奥の方からね、誰かじっとこっち見てはんねんけど、2個3個くらいあるね、これはあれかね、ここはどうかするつもりかね、公園でもするつもりかね、これこれ、そこは、そこもそうや、1個、2個、3個ぐらいの感じかな、もう行かれへんな、これ、はい、ここは行かれません、いや今のはね、バックセンターが、バックセンターに行かれませんわ、ここね、なんとか入れんのかね、これそこなんかね、これあそこ道が真ん中にあんねんけどな、やめときましょうか、これ完全ね、もうこれ古墳って感じやけどな、今日一番の目玉は古屋敷古墳に行ったんだけどね、入り口がちょうど工事中でね、入れんか入れんかって、ほんでこっち来てしまったんだけどね、やっぱり急こうね、高台になってますわ、急に落ちになってますね、下だいぶ落ちて折れてますね、だから一番上からやったらですよね、10メートルあるなしぐらいかね、はい、まあ後で見てみましょう、ちょっと入るとこ、これもいっぱいありますわ、ここにも、ここにもほら、ここにもここにもありますけどね、石もあるからこれ、これちょっとね、ここね道になってるんやけど、ここね、これも温度がね、これ1個2個3個4個、ここやっぱ温度5、6個あるからね、
こにも出れませんか。はい、やっぱり先に行くところ帰らなあかんか。やぶなってる先ね。やぶなってございます。おお、ちょうど二度なんだ。二度に風がね、雲の風がちょうどね、はい、まだ調査されてないかもしれないこれね。あ、ほらね。古墳群と両国山古墳群がつながってますね、ほぼね。ずっとこの丘陵がさ、ここで終わりだろうな。うまみ丘陵、うまみ古墳群がね、ずっとこっちに池田やから、やっぱそうやな、池田古墳群がつながってます。